独占日はキングプリンス、キンプル。最終回特番で最後の5人旅を、満つ夜空に咲いた五色の花火。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。夜空に咲く大輪の花が、5人の絆と明るい未来を将来し出していた。 5月上旬、新潟県の品野川付近で盛大に打ち上げられたのは赤き白青紫の花火。それぞれの色が表しているのはキングプリンス、イカキンプリのメンバーカラーだ。現地では前日から彼らの冠番組、キングプリンスル、キンプル。日本テレビ系のロケが行われ5色の花火は5月20日に放送予定の最終回特番の演出で打ち上げられたものだった。 金プリではメンバーごとにイメージカラーが設定され平野志耀さん26歳がシンク高橋海人さん24歳がひまわりイエロー神宮寺ゆうたさん25歳ガターコイズブルーといったようにそれぞれ個性的な色を自分で選んで決めています。岸ゆうたさん27歳はシンプルに紫。長瀬廉さん24歳は漆黒ですが コンサートでファンが掲げるペンライトと同様に花火も白で表現されていたようです。芸能関係者、ゴールデンウィークの進ただ中に突如として鳴り響いた豪音に地元の人たちも目を丸くしたという。ほとんどの人が新潟に金プリがいることも知らなかったので現地ではちょっとした騒ぎになりました。 SNS で目撃情報が拡散されると彼らのファンが続々と集まってきて、普段は静かな土地がにわかに活気づいたほどです。もっともロケは一箇所ではなく県内のあちこちを移動しながら行われたようで、実際に彼らの姿を見ることができたのはごく一部の人だけでした。泥だらけになりながらレンコン掘りに挑戦したメンバーもいたそうです。地元関係者。 花火が上がる前日、5人の姿は日本海を望むロマンスの聖地にあった。恋する灯台と呼ばれる白い灯台がある景勝地で、金プリのメンバーは海に浮かべた土俵の上で楽しそうに相撲を取っていたという。よほど盛り上がったのでしょう。ひとしきり遊んだ後、5人は三崎近くの旅館でシャワーを借りて汗を流していました。スタッフは集まったファンに、写真はダメ。 と注意していましたがメンラーは上機嫌。地元の人にも笑顔を振りまいて、みんなとても感じのいい吉見青年でしたよ。地元の目撃者。新潟でのロケは2日間にわたって行われ、5人は最後の旅を思う存分満喫したようだ。キンプル。 では今年の元日にも特番が組まれヘリコプターで全国の海運スポットを回る5人旅が放送されましたがあの時は日帰りの弾丸ツアー。しかもオンエアは深夜帯でした。泊りがけの旅行は2020年にアメリカで1週間の武者修行をして以来で金プリとして5人で行く旅はこれで最後になるでしょう。それぞれの思いを抱えながら メンバーだけで水入らずの時間も過ごせたようです。前で芸能関係者。今日は5人一緒でした5月22日をもって平野と神宮寺は金プリを脱退しジャニーズ事務所を退場する。騎士も同日にグループを離れ、夏に主演映画 G メンが公開された後、秋頃には退場する見込みだ。残された時間は少なく。 五人旅に最も力を入れていたのが最年長で初代リーダーの騎士だったという。4月中旬に放送された番組内の予告で騎士さんはここが集大成の少年場だと思ってカジ場のクソ力をここでぶつけてビシッと最後決めたいと誰よりも熱く語っていました。キンプル。 の通常放送は5月13日に終了しますが翌週20日に2時間枠のスペシャル番組が放送される予定。キンプリにとって初めてのゴールデンタイの特番ですが、5人揃って出演する最後の番組となりそうです。テレビ局関係者。昨年2月日曜午後に30分枠でスタートしたキンプル。 は反響の大きさを受けてすぐに土曜午後の時間帯に移り60分に拡大されるほどの人気番組だった。3人の脱退が発表された後も日テレは番組を継続する意向だったようで今年3月時点では4月以降も終了の予定はないと説明していました。 高橋さんと長瀬さんの二人で続ける案も検討されたそうですが、右よ曲折を経てスペシャル番組を最後に打ち切られることが決まっています。後番組は未定とのことで、しばらくは過去の番組の再放送などでつないでいくことになると言います。前でテレビ局関係者。 メンバーの脱退がなければゴールデン昇格もあり得たといい、よもやの打ち切りを惜しむ声は局内でも上がっているという。今日は五人一緒でしたお腹痛い。M。新潟ロケの初日、ファンクラブサイトのブログで一日中笑いっぱなしだったことを明かしたのは高橋と共にグループに残る道を選んだ長瀬だ。 昨年11月にメンバーの脱退が発表された後、長瀬は自身のラジオ番組で納得いかないものはいかない、と涙声で訴えた。海外進出を絶望する平野らの強い思いに気づけなかったことを悔やみ、金プリの5周年について聞かれるたびに辛い思いをしてきたという。 本来であれば、平やら3人が金プリとしての活動を終える5月22日の翌日は、5人にとっては何よりも大切なデビュー記念日だった。特に今年はデビュー5周年の大きな節目で全員が揃っていればドームツアーを行っていた可能性もあったと言われています。 その日に向けて着々と準備を進めていたはずで、ゴールデンウィーク中に多忙なメンバーのスケジュールを抑えることができたのも、もともとは5周年関連の予定が入っていた日程だったのかもしれません。前で芸能関係者、ようやく心の整理がつき始めたのだろう。 前述のブログを書いた後、長瀬は深夜に高橋と神宮寺を連れて、スタッフと共に長岡市内の飲食店街に繰り出している。長瀬さんは新潟に親戚が住んでいて2019年に時メッセでコンサートを行った際には祖父母が最前列の席で鑑賞していました。長岡では長瀬さんおすすめのラーメン店に行き、名物の豚骨ベースの背脂ラーメンに舌を鳴らし、 高橋さんと神宮寺さんもうまい、と絶賛していました。三人とも明るい表情で不穏な空気は全くなかったと言います。地元の飲食店関係者、米印女性セブン2023年5月25日号。